今日は交通、公共交通の現場で働く皆さん、そして会社の皆さん、それを支援する皆さん、皆さんと一緒に公共交通利用キャンペーンの訴えをさせていただいております。私は自分自身が今公共交通の重要さに切実に感じているところです。今回統一地方選の中で皆さんの声をお聞きする中で、本当に自分たちの暮らしているところから出かけるのに車がない、足がない、乗ってどこかに行く手段がない、そういう多くの皆さんの声をたくさん聞かせていただきました。私たち本当に暮らしの中でどこに出かけるのにも足がなければ本当に行動ができません。その時に公共交通の持っている重要さを切実に感じているわけです。今高齢者の事故が多発しています。そして本当に小さい子どもさんの命が奪われたりしています。そういう中で免許証を返そう、高齢になったら安心安全の公共交通を使おう、そんな声が出ていますけれども、今その公共交通自体が非常に厳しいところに追い込まれています。マイカーの時代になってみんな自分の車で移動していく中で、公共交通を利用する人たちが減ってきています。しかしそのことの悪循環の中で、利用をしないために公共交通が減っていく、そしてそのために自分たちの暮らしの中で利用できる公共交通機関がなくなっていく、その中で本当に街の中にいても孤立している、そういう人たちの声を多く聞かせていただきました。やはり人として生きていくときに交通手段がない、移動する手段がないということがどれだけ切実に大変な問題かということ、そのことを下支えしているのが今日公共交通だというふうに思っています。どうぞ公共交通のことをしっかり考えてみてください。この公共交通利用キャンペーンの時に皆さんの中で公共交通というのはどんな存在なのかということをぜひ考えていただきたいというふうに思います。公共交通が支えられている、その暮らしが支えられている公共交通が今どんどん後退していってしまっている。でもこれからの高齢化の時代を迎える中で、必ず公共交通の重要性を実感していく、そういう人だ、人、そういうことが確実に起こってまいります。ぜひ今この機会を、こういうキャンペーンの時を機会に公共交通の重要さを皆さんで考えていただきたいというふうに思います。安心して安全で、そしてどこへでも気軽に行ける、そして価格も高くなくて移動ができる、そんな暮らしの下支えをしていく公共交通のことをぜひみんなで守っていきたいというふうに思います。これから高齢になった時に公共交通を利用して自由に移動ができる、買い物に行ける、美術鑑賞に行ける、そういったルートを皆さんの力でしっかり守っていこうではありませんか。私はこれからも高齢化社会を迎える、こういうこの松本の町の中の暮らしにおいても公共交通の重要さを切実に感じます。沢村の住んでいる皆さんから聞いた声です。私たちの近くに通っていたバスがみんな通らなくなってしまった。沢村の真ん中からバスに乗るためにはどこまで出ていこうかというふうに考えたときに、信州大学の西門のそこのバス停まで行かなきゃいけない。だけど沢村からそこまで30分くらい歩かなきゃいけない。そうなると私が出かけようというふうに思っても、30分これから暑い中を歩こうと思ったらとても出かける気にはならない。タクシーも本当に高く、自分たちの生活の中ですぐ使えることはできなかったりする。そういう意味で本当にバスに乗れる機会を増やしてもらいたい、そういう声をお聞きしました。皆さんの力で自分の暮らしの中から公共交通を利用できる、そして安心してタクシーも利用できる、ドアツードアのタクシーも重要な交通手段です。その両方がちゃんと使えるようなシステムをぜひ作っていかなければというふうに思います。皆さんの声をお聞きしながら、松本市のコロナ禍で本当に安心して暮らせるための足としての公共交通をしっかり守っていく、そんな取り組みを、そこに働いている皆さん、運営している皆さん、そしてそれを利用する皆さん、その3者の中でどう生かしていくのか、そこをしっかり
市の行政の中で受け止めていってもらう、生かしていってもらう、そんな流れをしっかり守って作っていきたいというふうに思います。どうぞ今日の機会をぜひ公共交通の重要さを皆さんで考えていただける機会にしていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。